天才、バカボンシニア。天才、バカボン、シニア。天才、バカボンは、赤塚不二雄の漫画、天才、バカボンを原作とする、テレビアニメ。テレビアニメとしては、5作品目である。2018年7月から9月まで、テレビ、東京他にて放送。前作、レレレの天才、バカボンから18年ぶりかつ原作者である。 赤塚不二雄の没後では初のテレビシリーズ。2018年5月15日、本作の PV とメインビジュアル、並びにキャストとスタッフの情報が公開された。最初に公開されたティザービジュアルでは登場人物の顔を出さないなど、本作のプロモーションは他のアニメとは異なる方法が取られた。この方針の理由について、本作は原作の世界観を踏襲しつつも、 新しいストーリーを展開するため視聴者は番組を見て物語を理解する。このため事前にストーリーを全部公開すると視聴者の楽しむ要素を奪ってしまうとスタジオピエロの担当者が述べている。監督には赤塚作品の舞台以下やテレビアニメ白マカフェを手掛けた細川徹が起用された。 制作は前作まで担当したスタジオピエロからスタジオピエロプラスに交代。なお、ピエロは制作委員会の一員として本作に携わっている。アニメ化の経緯について長年、天才、バカボンとおそ松くんを映像化したいという気持ちがあり、皆さんのお力添えで誕生したおそ松さんの大ヒットを見て、僕は赤塚不二夫という存在が再評価されたと感じた。なので、 このタイミングで、天才、バカボンのアニメ化を実行しようと思ったと、スタジオピエロの担当者が振り返っている。第1話の放送を控えた2018年7月3日には、TV アニメ、深夜、天才、バカボン放送直前特番。放送できないから、配信でお送りするのだが公式サイト及び、YouTube 内、Abex Pictures 公式チャンネルにて配信された。出演は、 古田新太、日高のりこ、森川智之、細川通。深夜帯を放送時間に選んだ理由について、スタジオピエロの担当者は、朝や夕方では本作の尖った部分を出すことができないと思うと、エーベックスとのインタビューの中で述べている。キャラクターや背景は、愛らしさを出すためにポップな色彩で描かれている。また舞台は、現代に変更されている。 原作を元にしたエピソードは10話のみだが、ゲストキャラクターのデザインは原作を流用しているものがある。キャスト及びスタッフは前作から変更されており、バカボンのパパ役には古田新が起用された。また、バカボンのママ役は赤塚からの要望により、過去4作のテレビアニメで一貫して担当していた増山英子から日高のり子に変更されている。 バカボン役はイリノ自由が起用されており、バカボンを男性声優が演じるのは本作が初となる。イリノは本作への出演を熱望しており、役が決まった際はとにかく嬉しかったと振り返っている。イリノはオーディションの時から高いトーンの声でバカボンを演じるよう指示を受けており、演技時に気をつける点として、その幅で感情も表現しなくてはならないが、 幅にこだわりすぎてもいけないということを挙げている。また、イリーノは使ったことのない声だったので、当初は不安を感じていた。でも、いざ収録に入るとバカボンとして、他のキャストと芝居できたので、今は楽しんでいると述べている。実在の人物パパの後輩た作品の人物第一話、第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話第10話、 第11話公式サイトで配信の実写動画。本館が各声優を取り調べる。公式サイトで配信の実写動画。ナレーターは石田明。着ぐるみのうなぎ犬が本作に関係する場所を訪問する。DTV、アニテレで配信のショートアニメ。2018年8月22日より毎週水土曜配信。全12話。 月刊サンデージェネックスお及びサンデーウエブリニテ連載。アニメ版を元にしたコミカライズ作品。内容はほぼアニメ版のエピソードに忠実だが、媒体上一部変更されている箇所もある。小学館ジュニア文庫より発売。はじめちゃんの視点のノベライズ作品。ありがとうございます。